みなさん、アロハ。ケイタンです。キヨタンです。今日は水のりスライムを作ります。イエーイ。水のりで作るのは初めてです。ちょっと緊張してます。もうすっごい緊張してる。材料はこちらです。水のり、水、ボール、放射水。混ぜるものはスプーンです。それでは早速作っていきましょう。イエーイ。まずは水のりをボウルに入れます。じゃあよろしく。全部？全部。うわ、すごい。失敗するのか成功するのかわかんない気がする。すっごいなんか泡立ってるけど大丈夫ですか？泡しか出てこない。泡しか出てこない。泡泡泡。これぐらいですかね。はい、こんぐらいですね。次は水を入れます。水を入れたら滑らかになるまで混ぜます。水を入れます。よいしょ。うわー、もう滑らか。よし。もうこんにゃくみたいな。こんにゃくみたい。なんか黄色っぽい、水のりが黄色っぽいから水を入れてもちょっと黄色っぽくなる。いよいよ混ぜつけ。なんかいい感じになりそうだ。なんかこんにゃくみたいな形。今回は透明色を作っていきます。お、いい感じだよ。滑らかですか？はい、滑らかです。いや、そろそろいい感じ。そろそろいい感じですね。次は放射水を入れます。ちょっとずつね、入れていかないと すっごい固くなっちゃう可能性がね。どう？お、いい感じになってるけど、まだ端っこら辺とかはなってないから。よいしょ。お、いい感じじゃない？ちょっと放射水全部なくなっちゃった。いい、ケーキも混ぜます。あ、めっちゃプルプル。めっちゃプルプルだよね。出してみよう。そうだね。ちょっとまだ水っぽいところもあるから、固まってる部分だけ出します。出して出して。なんかちょっとプルプル。ゼリーみたいな感じ。なんかちょっとゼリーっぽい。うん。ちょっと固めすぎたかな。そうだね。よいしょ。そういう時は水を入れますね。ちょっとまだ液体残ってるから、これちょっと混ぜよう。あ、ちょっとね、ゼリーっぽくて。前作ったスライムよりは固めです。うん、パッキッパチッってなるから音がすごいいいですね。透明にならなかったね。黄色。もう一回いって混ぜます。結構手洗ってたからね。よし、戻ってきました。なんかね、あ、ちょっと音がするね。いろんなところに放射水を入れないと、すっごい一部分だけ固まっちゃった。液体があるから、まあ混ぜてればなんとかなると思うけど。そうだね。よいしょ。まだちょっと硬いけど、いいね。お、さっきよりは結構柔らかい。もちもち。あ、こんな感じ。ちょっとだけ出してみましょう。結構透明っぽくはなってきてる。もっと混ぜます。スライムが硬すぎたので、このおもちゃのまな板と包丁を使って切ったりして遊びたいと思います。ここにも一応水が、水が水をつけると柔らかくなるって言ったから、ちょっと水をつけながら遊びます。はい、ケーキはまず細長くします。なんとなく簡略みたいな。はい、そして水をつけます。細長い。よいしょ。なんか適当に形を作ったから切ってあります。ちょっと音するね。ちょっとどろころじゃない、めっちゃ。あ、ガッ、ちょっとプチップチッって音がする。プチってなる。聞こえるかな。聞こえるかな。聞こえない。聞こえた？ちょっと聞こえるかな。聞こえるかな。ちょっと、あ、聞いてみて。なんないね。聞いてみて。いくよ。
包丁で切ったらなる。あ、ちょっとそれがなります。普通に結構なるんです。やってもこっち側では聞こえるけど、なんかって聞こえるんですけど、触り心地はゼリーみたいな感じ。あ、海苔の匂いしかしない。海苔の匂い、そうでしょ。ちょっとね、透明目指してたけど黄色っぽくなったけどね、いい感じで、いいスライム。いいスライムっていうか、砂の時に遊べそうですね。うん、そうそうそう。よいしょ、丸い丸い。それじゃあ、もう一回切ってみます。あ、ちょっとケーキの音もないな。あ、なったな。こういう音も楽しめるね。お、車とかで暇な時は袋の上とかでやったら面白いかも。キアがなんかこねてるんだけど、こねるときも音が出るっぽい。ちょっとキアやってみて。うん、ジャカ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 っていう音がいっぱいなります。二つに分かれちゃった。よいしょ、なんか音がジャカジャカジャカ。洗濯のりがなくても作れるスライムだったので、みんなも作ってみてね。チャンネル登録よろしくね。バイバイ、また見てね。マハロー。よし、遊んでみよう。切るときの音がケーキ気に入っちゃった。すごいすごい。ブチブチ聞こえるね。楽しい。前作ったスライムふわふわで楽しいけど、今日作ったスライムもなんか楽しい。こんにゃくみたい、スーパーボールみたい。確かに丸く丸めたらスーパーボールになるよ。よいしょ。あ、めっちゃ跳ねる。スーパーボールで跳ねちゃった。めっちゃ跳ねるよ、見てて。あ、そんなに跳ねなかった。いっぱいスーパーボール。じゃあ跳ねさせてみます。うわ、すごい跳ねる。